で菊助さんはそれでそう今さっきもおっしゃいましたけどその芝居立て初めて弾いた時って初めてが今月あの昼間にやってる流星そうそうそう、ね、大阪の中澤で今のね三之助さんのお父さんの三五郎さんのねまだ安助さんだったですかねまだ安助さんだったねあの義太夫と掛け合いでねそうそう中澤で僕前半だけだったんでお会いしてなかったんですけどそうそう前半おじさんだったからね、はい、そう一条さんで、僕最初の、ね、1週間ぐらいだったかなあの掛け合いはね非常に面白くてそうねやんないもん ね, あのねこの間あの稽古の時にね、うん、美之助さんとあの、ね、やってくださいよみたいな話はしましたけどねぜひやってもらいたいなと面白いよ、ね、あのえ亭主と馬場神成が義太夫さん、うん、そうだね馬場神成ですよね、うん、そうセリフがね関西訛りの、うんうん、そう こっちで言うとあの我が物ゆえに仕方なくっていうところで我が物ゆえにとか言うよねゴロゴロゴロピシーっていうところもピッシャニーとか言うんですよねあれは非常にでも本当にあんなのもう絶対大和屋でしかやらないだろうしやらないもんね、うん、ぜひぜひ美之助さんにはいずれやっていただきたいなと思いますけどもね、うん、面白かったね本当に今思うと懐かしいよ安助さん、うん、あの九州にディナーショーみたいな巡業みたいなあったじゃないですか あったあれはねあれも安助時代だよねですよえあのあれは中澤の流星はいつですかあれはね僕38ぐらいだったもん38カックだから、23,4 年前だと23,4 年前、うん、あのねあの巡業がねもうちょっと後じゃないですか平成9年なんですよ年確か平成9年ということは1997年23年前あじゃあもうえその後同じぐらいだね一緒ぐらいですか ね, ねあれも清本だけでそうですよね福岡と、うん、あ長崎行ったんだ最初そう長崎行ってそう長崎行ったのそううん、最後熊本でしたね最後熊本だったハウステンボスとか行きましたねハウステンボス行ったね、うん、あれ、地元の舞踊家さんとがなんか清本踊った玉屋踊ったんだっけあの、うん、玉屋だっけ玉屋かなんか踊って三五郎さんがトークっていうかその対談みたいなのがあって、うん、さ安名そう安名踊ったんです珍しいよね安名なんて、ね、安名踊るなんてあれ3カ所だけでね、うんであのディナーショーみたいなのやるから僕らもそのホテルに泊めていただいてそうなんかいいホテルで ねあれも面白かったですねああいうのもねあの三五郎さん亡くなった三五郎さんとはもうすごい仲が、うん、まあ、共通のお友達もあったしそういうことでやっぱり なんとなくあの一緒にご飯食べたり飲みに行ったりすることが若い頃から多くてまあ本当に兄貴のような存在ですごい、うん、あの気遣いとかも僕もあの家族ぐるみでお付き合いが僕清本入る前からあったんですようちの父親があのお父さんの三五郎さんのファンで、うん、あの うちの親父の葬式にもお父さんも三五郎さんも来ていただいたんですけどあのすごい清本入る前から仲良くさせてもらってて、でねある時ね僕が清本入って江三郎師匠のお付きで歌舞伎座とか行くじゃないですかまだで、うん、出させてもらえない頃、うん、で先生の三味線持ってくっついていると今までだったら楽屋だったら大しんちゃんなんて、うん、あのしてたのがそっけなくなったんですよ、うん、なんかあったのかなと思ったりして、うん、でその後に家族で食事行く時があって三五郎さんも一緒にその時に、ね、しんちゃんね僕はあんまりちゃんと挨拶しないでしょう楽屋で、うん、あれはまだしんちゃんがまだ入りたてで若いでそこに対して僕が仲良さそうに言おうって挨拶したらしんちゃんが周りからなんだあいつはっていう目で見られるだろう、うん、だからでしんちゃんがいつもちゃんとね先生にくっついて一生懸命やってるのは僕は見てるよ分かってるよだけどあえてそこで仲良さげに挨拶はしないんだよっていう気遣い、うん、言ってくださってね、うん
あの人らしいね、なんかね、うん、早かったですよね。早いよ勘三郎さんと磯五郎さんとね、うん、この間あのテレビでね、あの2人の、ね、そう録画して皆さん見てないん、本当に、うん、やっぱり素晴らしいよ、みんな、ね、最高でしたよね。俳優さんなんかにもぜひ見てもらいたいね、あの2人の、うん、その三社祭りだったり四つ踊りだったけど、本当にこうだったな。あのゲームももちろんですけど、こうなんかこうブレーキ係というか、そういうのも あ,、うん、あるじゃないですか。こう、そうそうそう、言ってもらえるじゃないですか、この先生みたいな、うん、その役者連中だけじゃなくて、やっぱり僕らの方に対してでも、そう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 、何かこう、うん、本当に指南もされたり、うんうん、ね、注意、もちろんこうもっと前向きなこともあったり、とにかく軸になってこれからまだまだいていただく、ね、まあ、もちろんあのね、この海老蔵さんのお父さんの團十郎さんもそうですけど、あの辺が一気になくなっちゃったのがね、うんうん、ですね、五郎さん大きいよ ね, そういうね、大きいですね、やっぱり歌舞伎を引っ張っていかなきゃいけないということではあれだけど、なんか役割が違うような感じです。そうですね、だからでも、まあ、あのお二人がこういてこう引っ張っていくっていうね、その二人がっていうのが本当に良かったのに、いい感じだったのにね、しばらくそれが続くと思ってた矢先だったから。本当ですね。もう何年ですか。え、だって勘三郎さんでも8年9年経つじゃないですよね。だって水五郎さんだって60まで生きられなかったんだから、あの人。あ、そうですか。そう58とかするでしょ。そっか、今いれば61、5だから、ちょうどその亡くなってその年に猪之助くんが京都で流星を踊ったんだよね。あ、3月3月ね、3月やりました。3月やってました、やりました。あの年ですか。そうそう、あの年だから水五郎さんは見れなかったんだよ。あ、そうか、頼むねとは言われてたんだけど、初めて猪之助さん、うん、初めて。あ、そうですか。いや、今月も猪之助さんね、顔するとなんつかね、親子っていうのは、ね、あの普段の顔はそう感じないですけどね、うん、似てる顔すると本当に、うん、まあ、と思うよね、猪之助さんに限らずですけど、うん、やっぱり役者さんって顔すると似てるけど、うん、いや今月本当にちょっとドキッとしますね。確かに僕なんかが言うのは僭越ですけど、すごい良くなってきたというか、ね、踊りもしっかりしてきたね、ね、稽古の時とかでも僕らの方にあそここうしてください、ああしてくださいっていうことをちょっとおっしゃる時も、うん、なんかこう分かっててこう言ってきてるっていうか、うんうんうん、だからその、うん、踊る人間としての自覚っていうのがすごく、うん、確かにちょっと生意気なことを言うようですけども、脇とか上重視とかって弾くときに、なんていうの、久保さんってさ、唐突ですけど、清本の魅力って夜の部の祭りの話をちょっと、とりあえず親子で作ったもんが出てるわ。